はいどうもゆうです。今回ですね、えー、フットビン。えー、特にま今回 PC 版にはなるんですけど、まあ、フットビンの便利機能の方を紹介していきたいと思います。で、フットビンですね、えー、実は、まあ知らない方とか多い部分もあると思うんで、まあ、便利機能が結構秘めてます。<laughs> はい。 結構知らない間に、まあ、こういうのがあるんだってところもあったりとかですね。僕もリスナーさんに教えていただいて、まあ気づいた部分とかもやっぱありますので、まあそういった部分ですね、紹介していけたらと思います。で、まあ、今回ですね、まあ皆さん RTTK 仕込みやったりとかですね、買ったりとかした人いると思います。ただその中でですね、あの、まあいつ支援あんのと、今の条件どうなってんのと。 いう意見がですね、やっぱりコメントとかでもですね、結構あって、ライブ配信とかでも。まあそういった部分ですね、えー、僕も一回一回調べてたんですけど、まあリスナーさんらいや、こんな機能ありますよっていうところで教えてもらったんで、まあそちらのを紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、ここのプレイヤーって部分ですね、まあ上の部分、色がついたと思うんですけど、ここのダイナミックプレイヤーのこの RTTK っていうのを押していただくと、 ここでですね、この画面になります。そしたらですね、これがまたすごい。ハーランド、まあこの試合見てもらったらまあ今2勝しててもう1上がり確定してるんですけど、まあここからですね、まあ日付、いつ対、どこと対戦するというのがすべて一覧で出ます。はい。これすごい。もうこの RTTK で来てる選手に関しては全部出ます。で、ここで例えば選手選んでいただいたら、そこの選手に飛んで今の値段とかも見れるとなってます。 ここですね。ほんまにちょっとした機能なんですけど、めちゃめちゃおすすめです。まあ、あの、今まで調べてたんがもう本当に、えってなるぐらいの便利機能なんで、まあ、これは正直無料で使えます。あの、無料のフットビンで使えるんで、皆さんもですね、ぜひ使ってみてもらったと思います。はい、今回は以上になります。良ければですね、チャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いします。それでは、また。